ご紹介する長財布はこちらになります。今回のは裏側に小銭入れを作るタイプにしたいと思っています。ゴムでまた今回も留めていますが、ゴムはお好みで結構です。中を開いてお札、カード入れが4箇所入るタイプとなっています。早速作っていきましょう。本日使用する材料がこちらになります。長さ70センチ、幅21センチの布1枚をご用意ください。ツートンに仕上げる場合は56センチ、16センチの布を1センチの縫い代で縫い合わせておいてください。別にツートンに仕上げる必要はありません。1色でも可愛いかと思います。今回は小銭入れを作りますので、16センチの長さのファスナー1本をご用意ください。小銭入れの内布です。長さ15センチ、幅21センチの布を1枚以上のものを用意してください。まずは小銭入れを作りたいと思います。布地を裏に向けてください。最初に接着芯を貼りたいと思います。布端から37センチの位置、この辺りまで接着芯を貼ってください。そして布端から30センチ、この位置にファスナーの口ですね、17センチの長さ、1.5 の幅の長方形を描いてください。小銭入れの内布の方も同じく接着芯を貼り、布端から 1.5 離れたところに17センチの長さ、幅 1.5 の長方形を描いてください。これを中表で縫い合わせていきましょう。印と印とをしっかり合わせてもらって、細かい針目でぐるっと一周縫ってください。その後中央から切り込みを入れて裏に返していこうと思います。小銭口がぐるりと一周縫えました。それではこれからこの小銭口に切り込みを入れていきたいと思います。角ギリギリに向かって切り込みを入れていきましょう。ミシン線を切らないようにだけ気をつけてください。布地を切ることができましたら、布地を裏に返していきたいと思います。切り込んだ間から布地を入れて裏に引き出してください。そしてきれいにアイロンで形を整えてください。形が整えられました。左手の方がお財布の蓋側になりますので、小銭入れの布地は右側についていたら正解です。これを表に返します。このファスナー口のところに用意しておいたファスナーを置きましょう。ファスナーは左から開ける方がいい場合は蓋側を上にして左側にスライダーが来るように配置をしてください。こちらは利き手の方で配置してもらえたら結構です。いいところに配置できましたら、このファスナーの周りをぐるっと一周ステッチをかけてください。ファスナー周りがぐるりと縫えました。これでファスナーがついたんじゃないかなっていうふうに思います。そしたら小銭入れを作りたいと思いますので裏向けてください。この小銭入れだけの布を中表に合わせて、この2枚だけを縫い合わせていきたいっていうふうに思います。ちょっと少し布地が短いですので、ギリギリでも結構です。端から端までまっすぐ縫い合わせてください。小銭入れの布が縫い合わせた状態です。これができましたら、最後に長財布パタパタと折りたたんでいく説明をしたいと思います。今回の長財布は布をパタパタと折りたたんでいき、2回縫うだけで完成します。まず一旦紙の方で説明をしたいと思います。70センチの布を左の方から赤い印では山折り、青い破線では谷折りをしていきます。一番左1センチのところを山折りにしましょう。それから18センチ離れたところを谷折りにします。ここは一旦癖をつけるだけで広げておきます。次18センチ、
多分ここの位置にファスナーがあります。谷を利用し4センチのところで山谷となりますので、4センチでつまんで持ち上げて倒しておきます。次谷折りして5センチの山谷となりますので、ここで5センチのつまんで倒しておきましょう。ここで4センチ5センチ1センチの段差が見えていたら正解です。なおかつこの後ろですね、ここの長さが揃っているはずです。今5センチまで倒せましたので、次は7センチの山折りとなりますので、7センチをつまんで倒しましょう。そうすると最後に縫い代が残ります。こちらの方は1センチ、計算上は1センチですけれども、長い人もいれば短いかもしれません。あまり気にしなくて結構です。一つの山にかぶせておいてもらえたら結構です。ここぴっちりと揃えてください。初めに折ってました山折りをこの山にかぶせて、ここで4枚すべてが揃う計算になります。こちらを右も左も縫えればもう完成という形になります。それでは実際に布地を折っていきたいと思います。右端から1センチのところで山折りです。裏側に折っておいてください。18センチの位置で谷折りです。ここは折り目をつけるだけになります。18センチの位置からまた18センチで谷折りをしていき、次4センチで山折り、4センチで谷折りですので、4センチの位置でつまみ上げましょう。今この状態です。次はこの谷から5センチのところで山折りをしますので、5センチでつまみ上げておきます。ここで1センチの段差ですね、できているかと思います。最後は7センチのところです。2色で仕上げた場合はここがちょうど切り替えのあたりになるかなと思います。7センチのところでつまみ上げて上に上げていきましょう。この底の縫い代が揃っていれば正解です。ここで3枚が段差があって仕上がっていたら正解です。今回はカード入れを作りたいと思いますので、この3枚を縫いたいと思います。ちょうど布地の真ん中あたり、中央をミシンをかけておいてください。それができましたらまた戻しておきましょう。はじめには申しませんでしたが、また今回もレース、伸縮性のあるレースを入れていきたいなと思います。前回はこちらの方に挟んだんですけれども、今回は蓋の方に挟もうと思いますので、蓋の谷折りから1センチほど離れたところに少しこう余裕を持たせて挟んでおいてください。そしてこれを上にかぶせます。この揃った状態で右も左も縫い上げれば完成となります。両端が2本縫えました。それでは表に返したいんですが、縫い代がやはりここはすごく重なっていますので、少し切り落としたいと思います。ミシン線を切らないように斜めに切り落としてもらえたらいいかなと思います。はみ出ているもの、縫い代も幅が広かったら切ってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうには思います。特にね、ここがかさばってるので多分すごくひっくり返しにくいかもしれません。それではひっくり返していきましょう。完成です。今回もゴムはしましたけれども、特にゴムはなくても大丈夫かなと思います。小銭入れができたのがちょっと嬉しいです。中を開けてみて、実際にお金を入れてみます。お金を入れても左右には余裕がありそうですね。カードも4枚入る予定をしています。少しこの1個目が浅かったかなと思うので、もう少しあってもいいかなと思います。これで蓋をすれば長財布の完成となります。今回の反省点としては、やはり小銭入れの布地を足したことで、とてもここが分厚くなってしまっているかなと思います。ですのでカード入れはもうちょっと一段にして、一継ぎだなくしてしまうともうちょっとすっきりするかなと思います。いろいろ改良しながらお気に入りの長財布作ってみてくださいね。